そうですね、毎日水はやっぱり欠かせないもんなんで、毎日水やるときに見たら手一挙ったらなんか可愛くなってくるというか、こうあんまりよくわからないんだけど、こんなとこが伸びてくるかとか、うん、っていう楽しみ方ですね、はい。で、針金とか巻いてるやつ、これはないんですけど、針金とか巻いてるやつはこう自分でこっちへ伸ばすとかいうことができるんで、うん、まあまあペット感覚みたいな感じになってきますね。最初やっぱりね、木梨っていうところで生まれたんで、あの松盆栽どこでもあるんです。どの家庭におじいちゃんがやっの持っとったりするんで、うん、自分のっていうのはなかったんですけど、はい、常に盆栽と一緒にいたんで、まあ、僕もやってみようかなみたいな、はい、感じで始めました。もう水だけやっとったらカレンケンっていう言葉を信じてやってたんですけど、いろいろ自分がこうしたいああしたいってなってきたら、その手はかかるんですけど、それまでは本当に水だけあげる感じだったんで、もう普通の植物と一緒で、はい、そんな感覚でした。いろんな種類の盆栽を1個でもちっちゃくてもいいからいっぱいコレクションしていきたいですね、はい、1本ずつでもいいんで、各種類あればなんか楽しいかなと思います。